あの前回まかないの回配信して、ちょっと今回あのお寿司本業の方ちょっと見させていただきたいなと思って、はい、そうですね、ちょうどあのアジとアナゴが今旬なので、はい、それをぜひあの撮っていただきたいなと。今日だけ特別によろしくお願いします。ありがとうございます。本当にアナゴの目のとこから、どんな目打ちって言うんですけど、うちの目打ちでアナゴを固定してから、首の後ろ側から包丁を入れて裂いていきます。で、内臓と背骨が外れるので、今度、背びれですね。背びれを外して、今度最後、尻尾の方にもヒレがあるので、このヒレを取り除きます。今これ何されてるんですか？これはアナゴ同士を揉んで、皮目についてるこのぬめりが残ってるんです。そのぬめりを貼っておきます。ぬめりが取れると炊き上がりがすごい綺麗になって、臭みも抜けるので、食べると非常に美味しいアナゴになると思います。これアナゴどれぐらい煮るんですか？いつも新鮮な池のアナゴを入れてもらってるんで、そんなに長時間は炊かなくてもすごいふっくら煮上がるんですよ。大体10分15分くらい炊いてあげると、もうしっかり柔らかくなりますね。そうなんですね、はい。アナゴをこうやって煮るとか、そういうことができるようになるまで何年ぐらいかかるものなんですか？姿勢は仕込み のペースがすごい早いので、だいたい1年目の後半ぐらいからはもうアナゴを仕込んで、炊いてって仕込んでやってきますね。1年経つ頃にはしっかりさばいて炊けるようになるかと思います。これは今、アジの鱗と頭を落として内臓も外してます。いつもこのスピードでやられてるんですか？あ、そうですね、こんな覚えてしまうとテンポよくいけるので。なんかコツみたいなのってあったりするんですか？コツはやっぱり魚の構造を理解するとすごく仕込むのが早くなると思います。構造、はい。例えばどんなところなんですか？どこに骨があって、どこにこう外しやすい、鱗を取りやすい場所があるか確認する。動いてしまうともう綺麗に動いてますね。もうそれ慣れってやつなんですかね？そうですね、やっぱりもう1000本1万本登録でやっぱり慣れてきますね。魚によって違うってことですもんね。基本は一緒ですけど、やっぱりちょっとずつ変わってきますね。はい、これからアジをお酢に入れていくんですけど、このお酢は味を見ながら継ぎ足して、アジ、イワシ、コハダなんかは全部この継ぎ足して味を見てるお酢で味付けていきます。ちょっとしっかり酢が馴染むように一回回し入れて、
仕込み見させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後にお客さんに言われて嬉しかった言葉みたいなのってあります？やっぱり板前やってるんで、あのお客さんに美味しかったよとか、あのまた来るねとか、やっぱりそういうことを言われた時は板前妙に尽きるかなと思います。